どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は次いつ来るかわからないルアンメイのモチーフ公演数について所持による差を話していきたいと思います。なんか噂によるとルアン自体の所持率はめちゃくちゃ高いらしいですからね。まあほぼ持ってるみたいな話も聞きますが、そうなってくると公演数の有無っていうのはかなり気になる部分かなと思います。ルアンの公演数について簡単に言うと、ルアン専用という感じで使い回しが難しいという部分がありますが、どれだけルアンに対して恩恵があるのかというのを見ていきたいと思います。また内容としては数値よりもメインとサバーカーの使用感をもとにまとめていきますので、参考程度にしてもらえればと思います。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしています。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。今回の動画について大まかな説明をしていきたいと思います。バージョン 2.3 時点のルアンモチーフ公演数についてということで、大きく2つに分けて話していきます。まず1つ目はビルドガイドですね。ルアンのキャラ仕様、モチーフ有無による強みと弱み、育成の数値で見る変化となります。2つ目はチームとその他の話です。公演数の有無による編成の変化、エンドコンテンツによる変化、異物厳選の違い、公演数所持の結論になります。今回の話については数値よりもメインとサバーカーの使用感をもとにまとめていきます。他のキャラの突如系は気にしないものとします。エンドコンテンツの評価については育成により違いがあります。こちらの内容を中心にまとめていますので、ご視聴の際はお気をつけください。それでは本編入っていきます。まずルアンの使用についてです。ルアンの基本的な仕様としては、高倍率のダメージバフと戦闘効率アップバフで味方をサポートするスタイルとなります。弱点ギャヒャーのスペシャリストっていうところではありますが、味方の人生削れや撃破状態を維持するのが得意としています。また全てのバフがターン制なので発動に余裕があり、 SP 管理がとても楽っていうのが魅力的ですね。ルアンの扱いにくい点についてです。攻撃手段は通常攻撃しかないため、ダメージは期待できないっていうのがあります。ただし撃破ダメージは高めというところですね。その他に EP 効率がそこまで高くないっていうのがあります。なので必殺技の周期がちょっと遅めになりますね。また撃破特攻が180っていうのが育成のラインとなってます。これについてはおいおい話していきますが、異物だけの厳選だとかなり厳しいっていうのがありますね。その他のルアンの仕様についてですが、どの編成にも組み込めやすいっていうのがあるため、調和キャラの中でも扱いやすさはトップクラスとなってます。とりあえず入れとけば強くなるっていうのがありますね。あとは強力なサポーターではあるが、アタッカーの育成は必須になります。いくら強いと言ってもアタッカーは大事ってとこです。またバフの対象についてですが、全て味方全体となっているのも扱いやすさっていうところにつながってきます。続いてモチーフ公演数の使用についてです。公演数の基本的な使用については、撃破特攻がアップするためルアンと相性が良くなっています。撃破特攻の数値がアップするのは調和公演数の中でも2種類のうちの1つとなります。必殺技の発動で余ダメアップを付与することができます。また条件付きで SP が1回復するっていうのもありますね。その他に各ラウンドの開始に味方全体の EP をちょっとだけ回復してくれます。ウェーブ戦開始でも回復してくれますね。続いてモチーフ公演数の扱いにくい点についてです。性能が撃破専用となっていますので、使い回しは調和主人公やアスターくらいになります。まあ正直使い回すのもったいないので、ルアンに装備させておくので大丈夫です。 EP 回復はラウンド依存なので、おまけ程度の性能となります。回復量も10ぐらいなので、そこまで高くはありません。また公演水の効果ですが、撃破特攻が 150% 以上ないと SP1 回復の効果を受けることはできません。このあたり数値は気をつける必要があります。その他のモチーフについてですが、公演数としてはキャラ専用化が高いため、ルアンだけで使用するイメージが一番いいかと思います。よっぽど2枚抜きしたとかで余っているなら、調和主人公とかアスターはありかなっていうところですね。またルアンに装備した場合、 SP 管理能力がさらに良くなるっていうのがありますので、ぜひ装備したいっていうのがあります。モチーフ無による強みと弱みについてです。まず公演数ありの場合の強みなんですが、育成とバフを最大限活かせるようになるっていうのがあります。ルアンの余ダメバフは最大限活かそうとした場合、撃破特攻を 180% まで上げるっていうのがラインとなるため、育成完了ラインはこの180となります。これがかなり厳しいんですよね。しかもこの公演数に関しては撃破特攻が60ほど上がりますので、条件緩和ができるし、プラスアルファの能力も手に入るので、かなり嬉しいなっていう要素になります。
強みの2つ目はラウンドとウェーブ開始時に EP を回復できるというところです。ちょっとした性能っていう話はしましたが、連戦において EP を10回復できるっていうのは敵からの被弾状況などによっては嬉しい要素と言えます。あとちょっとで使えるんだけどなっていう時に EP を回復できるっていうのは嬉しいですからね。おまけみたいな能力ではあるんですが、意外とラウンド始めの恩恵は高いなと思うことが多いですね。続いて高円錐なしの場合の弱みです。弱みとしては撃破特攻の数値を上げにくいっていうところです。これは育成面ですね。調和キャラの撃破特攻を上げる方法については異物の厳選と記憶の中の姿を貫突するしかないため、育成面においてはかなり厳しいっていうのがあります。しかも自身の余ダメバフを最大限活かせないので、スキルの弱体化につながっていくんですよね。本当にこの撃破特攻を上げるっていうのは難しいので、より上げづらくなるっていうのはちょっと辛いところはあります。モチーフの有無による強みと弱みっていうところですが、余ダメアップバフや SP 回復など嬉しい要素はたくさんあります。ですが使用感や育成で感じたのは撃破特攻の数値の盛りやすさの違いが大きかったなと思いますね。ヌアンの余ダメバフの最大化だけでなくチーム全体の火力に関わるので、記憶の中の姿を揃っていない場合、ヌアンの性能面ではかなりの差になるかなと思います。続いては育成の数値で見る変化となります。まずモチーフ高変数なしの場合で数値を見ていきたいと思います。ルアンの撃破特攻は 37.3% となります。これは奇跡を強化した状態ですね。そこにセットボーナスとして時計屋であったり怪盗タリアっていうのを入れると、だいたい 68% のバフをもらうことが可能です。これはサブを抜いての状態ですね。でこの状態でルアンとセットボーナスで 105.3% までは撃破特攻を盛ることが可能となります。なのでサブで 54.7% が必要となり、1つあたり 9.2% の撃破特攻をつけれることができれば問題なくいくってとこです。ただこの数値だけを見た時に 160% じゃないかとなると思うんですが、基本的に余ダメアップのバフを受けるには 180% の撃破特攻の数値がラインとなります。ですが自身の追加能力で撃破特攻がプラス 20% されるため、実質 160% ね問題なしとなります。なのでこちらの計算では160%をアッパーにしてるっていうところですね。また厳選に関しては撃破特攻のサブステータスだけではなく、タリアの条件となる速度145が必要となります。速度に関しては靴を履いた時に134ぐらいとなるため、だいたい11以上の数値は欲しくなるんですよね。なので速度11の厳選をしつつサブで撃破特攻も集めるってなると、かなり厳選は厳しいのかなと思います。このあたりがね結構ネックな部分ではあるんですよね。ではモチーフ高円錐などがあった場合で見ていきたいと思います。まずモチーフ高円錐に関してですが 60% 分アップするようになってますね。でそこにルアーの 37.3% とセットボーナスの 68%、 こちらを合わせると 165.3% となります。 5% 分ほど上回ってる感じになりますね。なので厳選に関してはタリアの条件を発動するだけでいいので、速度のみっていうところになります。それもかなり嬉しい要素かなと思います。しかも高円錐に関して言えば、記憶の中の姿を貫突した場合、撃破特攻はプラス 56% となります。モチーフには及びませんが 4% の差となるので、こちらでも達成可能というところなんですよね。モチーフ高円錐だとセット効果と合わせるだけで目標の 160% を超えることが可能です。また記憶の中の姿でもギリギリ達成できるようになっています。なのでお得に達成するなら、実は記憶を採用するだけでもいいんですよね。ただし貫突をしてるっていうのは条件になります。それでは高円錐がいいっていう話をしてますが、この有無による編成の変化っていうのがあるのかについても話していきたいと思います。まあ編成の連としては4つですね。撃破特攻編成ですね。こちらはホタルだったりとかブートヒルの編成になるかと思います。また姫子入りの編成でも使えますね。その他に持続ダメ、これはこれでかなり強い方かなと思います。あとは軽流の編成となります。まあこちら4つそれぞれアタッカー特化のものとなってますね。で高円錐による変化はあるのかっていうところで話していくと、まあポイント一つとしては、撃破特攻の数値が 180% が満たせていれば基本的にどの編成においても影響はないっていうのがあります。余ダメアップとなるのでそこまで影響はないんですよね。ポイント2については、衝撃波編成の場合は撃破ダメージの火力に差が出るかなっていうところありますが、正直そこまで大きい差が出るかというとそこまではないので、誤差程度っていうところで問題はないと思います。
ポイント3に関しては EP 効率とよだめバフはちょっとだけ下がるので、持ちがない時に比べて戦闘効率は下がるってことです。これはダメージ面の効率っていうところですね。100与えるのか常に80与えるのかって言われると、やっぱ100の方がいいですからね。そういう意味ではダメージ効率下がるので戦闘効率も下がるよっていうところです。ただ適正編成が変わるかって言われるとそういうことはありませんので気にしなくていいかと思います。続いてはエンドコンテンツによる変化について話していきたいと思います。モチーフ遠征があるかないかっていうところなんですけど、そもそもルアンのその性能が高すぎるので、あってもなくても正直20丸ぐらいの性能になってます。差はないかなっていうところですね。まあ、あるとしたらまたちょっと次の方で話していきたいと思いますが、まずエンドコンテンツにより大きな変化はあるのかっていうところです。回答としては撃破特攻の数値厳選さえできていれば、正直なところそこまでは差は感じないっていうのがありますね。でこれはプレイした実感っていうところで話していきたいんですけど、モチーフの方が SP 管理の緩和があって戦闘が非常に楽っていうのと、ダメージがモチーフがない時よりも高いっていうくらいです。最短クリアを目指すなら欲しいところっていうのもありますが、撃破特攻の条件さえ達成していればそこまで必要性は感じなかったなっていうのが正直なところありますね。では2つ目、モチーフ公演性があって良かったことはってことなんですけど、回答としてはラウンド短縮できることでもう一つのクリア難易度が低下するってことです。これはエンドコンテンツ用の2枚編成を整えるってところの話ですね。ルアンのモチーフによってチーム自体が強化されるため、もう一つのチーム負担が減ったなと考えてます。クリアラウンド数が減ればそれだけもう片方は楽ができますからね。その中でも僕の中ではまず SP 回復という面がかなり良かったなと思います。 SP 回復ができるっていうことは味方のスキルの発動回数が自然と増えるため、単純に総合ダメージが増えるんですよね。これによりラウンド数が減らせれば片方のチームは余裕を持って挑めるっていうことがありますので、とても助かるなっていうところがあります。なので性能が上がるっていうところももちろん大事なんですけど、 SP 効率の緩和っていうのがすごく良かったですね。そこがエンドコンテンツをする上ではとても助かったなっていう部分になります。続いて異物厳選の違いについてです。途中の方で数値の話をちょっとしましたが、じゃあモチーフありとなしだったりとか、今の流行りの異物とかについて話をしていきたいと思います。まず汎用性が高い方は上の方ですね。まあモチーフを60持ってた場合、セットとルアンの基礎を合わせて 165.3 まで上げることが可能です。でこちらも先ほど言ったように厳選は速度のみで楽になるっていうとこですね。でこの装備の場合はもともと汎用性も高く、セットボーナスの恩恵をたくさん受けれるので育成の妥協がしやすいっていうのがあります。これに関しては妥協してるから弱いっていうことではなく、十分ルアンの性能を引き出せるためとても扱いやすく強いセットかなと思います。基本的にはこちらの異物セットを使うといいのかなと思います。ですが今流行りのルアンの異物編成ですね、こちらをするときにはちょっと注意が必要です。まずモチーフの 60%、 それにルアンの基礎の 37.3% となりますが、今流行りの時計屋とウェンワークをセットにした場合、セットボーナスとしてもらえるのは 16% となります。かなり減りますよね。そのためモチーフを持っていたとしても合計が 113.3 となります。この場合サブステで 46.7% も必要となります。高円錐1個分ぐらい稼がないといけないですよね。こうなると高円錐なしで例えばウェンワークと時計屋のセットをやろうかなって思ってる場合は育成がめちゃくちゃ大変になりますので、ちょっとね 100% 盛るっていうのはかなり大変かなと思いますね。単純に撃破特攻を1つの異物で 17% とかを積まないといけなくなるので結構大変かなと思います。ただこの持ち公演数じゃなくて記憶の中の姿が貫突してる場合はある程度数値を高い状態で厳選ができるので、まあモチーフと似たような感じの厳選ができるかなと思います。ただ個人的にはこのセットを目指すならモチーフは欲しいなと思いますね。最後にルアンモチーフ公演水の総評について話をしていきたいと思います。バージョン 2.3 時点で話をしていきますね。まずガチャについてです。こちらについては焦って引くのはやめましょうという判断にしてます。でこの公演水についてですが、人によっては劇的にルアンの性能やチームの火力が上がる公演水というところではないです。あくまでルアンの性能を最大限に引き出せるためのもの、引き出しやすくするためのものと思ってください。そのため記憶の中の姿が貫突していなかったり今流行りの時計ウェンワーク構成をしないのであれば一旦保留でいいかと思います。
正直ルアンの性能を引き出すだけなら記憶の中の姿を観察していればそれだけでも十分なので、まあ、必要性としては急ぐところはないかなと思います。最短クリアとかをしたいっていうのがあれば全然引くのはありかなっていう程度ですね。続いてモチーフの有無による変化です。ルアンのヨダメバフの性能が変わるというところですね。主な変化としてはルアンの撃破特攻の数値達成のしやすさと達成した際のバフの最大化、それとヨダメをさらに上乗せできる点っていうのがあります。単純に火力アップができますが、すでにバフの性能ではトップクラスなのでエンドコンテンツの最短効率アップの貢献程度っていうところですね。まあ、ヨダメバフがさらに上乗せされるので強いなっていうところもありますが、まあ、スキルだけでなく必殺技でも味方を援護できるっていうところです。で、最終的に個人的な判断っていうところの話をさせてもらうんですけど、引いての感想としてはチームの効率が良くなったなっていうのが感想です。僕自身この公演数に関してですが、正直ルアンが始めてた時強いから引こうっていうので引いてるんですよ。で、実際にモチーフありなしで何度か試してはいるんですけど、なんかダメージ倍率とかよりも恩恵としては SP 回復による戦闘面での効率がとても高かったなというのがあります。なんかね、知らないうちに必殺技使って SP 回復してるんで、あーラッキーみたいな、そんな感じです。ほんと戦闘効率が良くなったなと思います。例えば蛍編成や持続編成とかではどうしても SP が枯渇するんですよね。ガンガン SP 消費していかないと戦闘が回らないとか敵を倒しきれないとかあるので、そういった意味ではとても相性が良かったです。とにかく攻撃の機会を逃すことがないっていうのが本当強い部分かなと思いますね。それの緩和と考えるととても嬉しい要素だなと思います。ただこれに関してはダメージがめちゃくちゃ上がったっていう達成感というかそういう感覚ではないので、実際に手動だったりとかを試してなんか楽になったなって薄々感じるところになるので高円錐の強みとしては感じづらいなっていうのはあるかもしれないですね。ということで、僕自身の感想だったりとか今回いろいろ調べてみての総評となります。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。